からね。
じゃあもう次いきますか。まあこのバンドはもう2年以上やってるのかな。2年以上やってて、まあそれの最初の文化祭からもうやってる。じゃあ次の3曲、まあ、とりあえず2曲マルーンですね。マルーンの、ディスラブサンデーモーニング、続けてやりたいと思います。よろしくお願いします。
柱のみんな拍手して。あれだよな。
まあ、やっぱり最後はねこれじゃないとなっていうのがねということでね、まあ、ずっと最後にやってきた曲をやっぱり持ってこないとっていう、いつもの曲を、ちょっと待ってね、喋りながら、まあ Don't Look Back in Anger をやりたいと思います。みんな一緒に歌ってください。
しみじみ終わるのもいいんですけど、たまにははっちゃけようかなと。みんなまだ体力あり余ってるでしょ。まだいけるよね。みんなじゃあ飛び上がって踊っていこうぜ。
あと3度目なんですけど、文化祭と去年の卒業ライブと今年で3回目なんですけど、3回とも見たよ、生で見たよっていう人、ありがとうございます。あの今回違うところが、あの衣装チェンジというものにしてみまして、今回ちょっとね、ヒグさんがすげえオタクみたいになってる大丈夫ですか？すごい、あのずっとそこの控え室の鏡でやべえめっちゃオタクじゃねえってずっと言っててもう大丈夫かなと思ったけど、大丈夫だね、大丈夫大丈夫ですよ、大丈夫、あーよかったね、かわいいかわいいありがとうございます。いろんなところが可愛いな、モテモテだね、モテモテだね。さっき言ってた同窓会で何かが起こるかもしれないですね。マジマジ、いやわかんない絶対ないかな、ないね、ないな、ないね、ないな。ということで、今回は全然前したことない曲を全部おニューということでおニューやるんですけど、次はミワの360度でみんなで盛り上がりたいなと思っております。カポはつけましたか？つけてないです。さっきリハの時にカポつけて、カポ外してなくて、外してなくて、すっげえ変な音聞こえてきてごめんなさい、大丈夫かなみたいなあったね。はい、よかった、いやいやいや、いいんです、いいんです。じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ聞いてください、360度。だねあれごめんなさい、これ照明さ、すいません、本当あのねもう一回しますね、はい、はい、私
Thank you.
なんか毎年ロックスターの後に去年もやったんだっけかな、か毎年こうロックスターがさっきもほらネタ入れてきたでしょ。でこうで今年も聞かれたんですよ、ネタに走らないんですかって。でネタに走りたいらしくてそんなことないです、ね、すごい。どうしてもねネタにね走りたいんだって。そんなことないよ。だから今年の配慮ほらあれじゃないですか、わかります、あれですよ、あれじゃない、あれじゃないよ、安心してくる、ラッスンじゃない、ラッスンじゃない、履いてますよでもなくて、サングラスかけてこんなするやつ、わかります、わかるんだ。であれさ、中田って言うじゃないですか、あ中田ってとこを樋口に変えてあげたい。イエーイ、マジっすか、え、やるよ、マジっすか、やるよ言ったじゃん、だからうち本当にやるって。マジっすか、うん、じゃあ歌から行くんで時が来たら樋口コールをお願いします。叫べこやげろお願いします。じゃあ行きますね。恐れるな驚くなく叫べ I'm a perfect human. 樋口、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 樋口。I'm a perfect human. 樋口、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 樋口。I'm a perfect human. 樋口、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 樋口。I'm a perfect human. ありがとうございます。さ落ちがないじゃない。ないね。今ポーズ取ってくれてすごく良かった。うん、本当。どうしようかと思ってうち。いつやめたらいいのかなって。練習したの。練習したの。鏡の前で。ありがとう。鏡の前で練習したの。見たかったねその子。恥ずかしいからもうやめましょうこの話題は。いやありがとうございます。すいません毎年毎年ネタをね。すいません。今年はあれだね。滑らせないでくれたね。ね、よかったね、滑らせない、うん、絶対滑らせようと思ったんだけど、割と信じられない、割とポーズ決めちゃったからなんか滑らなくなっちゃってすごい残念。面白かった人まあ、そうでもないやびっくりしたよみんな多分樋口ゆらひが楽しかったと思うよ、多分優しさだね、優しさだよ、うん、ありがとうだね、うん、ありがとう、みんな、うん、よかった、よかった、心があったかいすごい嬉しがってるじゃん、よかったですね、うん、来年は何するかな来年もネタすんのかな、どうせ滑らせるんでしょ、絶対滑らせる泣きそう泣かないでって言われてる、もう泣いちゃう、その言葉それに、それになるということで、気を取り直してはい、やりにくいね笑っちゃいそう、やりましょうか、じゃあこの曲は多分、なんだっけ、何何ね、何プロフェッショナル、プロフェッショナル仕事の流儀、あれ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 やります、ね、みんな、歌おう、一緒に歌おう、歌えるよ、え、サビわかるんじゃない、こんな感じでやれば楽しいかな、きっとね、去年の桜そんな感じでいきましょうかね、うん、じゃあ行きましょう、すがし顔でプログレス。
なるほど、なんでもないよ。なんでもないか、そうか。
すみません、いつもこんな感じで聞かれてる、すみませんね。ということで最後なんですけどね、うん、あ寂しいな、ね、この後あのきっとかっこいいかっこいいバンドが出てくるんでね、まあ、今後ろの方にプレッシャーかけてるんですけど楽しんで、もう同窓会気分でね帰ってほしいなって、ね、終わっても帰らないでね、そうそう終わっても帰らないなるほどね、これが終わってもね、あそう帰らないからかっこいいかっこいいバンドがかっこいいかっこいいバンドが出てくるんで、ね、かっこいいかっこいいバンドが ねぜひじゃあ最後行きましょう、多分これはドコモ の CM の曲かな、ね、あの上京するやつ、かわいい女の子がちょっとピンときてない、ピンときてない、あれあの電車に乗ってこう弁当開いたらなんかお守りが、お守り入っててやべえ泣きそうみたいな、あれやべえみたいな、あれです、あれです、あれね、あれ、あ、分かったかな、あ、よかったよかったよかった、じゃあ最後聞いてください、ワンオクロックでドライバーユーアー、どうかこんな僕とずっと
モノトーンです。おかえり、ただいま1年間勉強してました。浪人生みんなお疲れ。浪人生動かないからさ、飛ぶとね息切れるんで、俺の代わりに飛んでください。去年ね、ここで、卒業ライブをやらせていただいたんですけど、去年は、ベースがねちょっと福岡にいなくてね、はい、帰ってきました、はい、上野智也です。去年まで主にねラットのやつばっかやってたんだけど、なんでそういきなり時間したんだけど、さっきの RERE って言うんだけど、そうそう、あ、みんな知ってた RERE ってさ、俺さ BB って読むのと思ってさ、RERE って最初から読むって分かってた人いる？本当にほら、みんな BB だ。みんな BB、 そうそう RERE だからね、ネット検索しちゃった。次ももう一曲、味変します。She's all I need.
なんか去年と違って2年目なんで人集まんないかなって思って、まあ、ちょっとするのをためらったりしたんですけど、まあ、結局人来てくれて、まあまあわちゃわちゃなってくれて、しかもこう去年よりもなんかこうみんな凄まじく進化してるというか僕なんかこう今年来た蛍光バンドなんかちょっとメンタルやられましたから、まあありがとうございます。あの来てくれて出てくれてね、出る人もいないとやれないんで、ある程度人数出てくる人がいて来てくれる方がいてできるんで、本当 あのありがとうございます。そんな翔ちゃん欲しい一瞬だよ。すいません。じゃあ次は。いや大丈夫。待ってろ。これ多分今日やったら多分このメンバーでやるのもうねないですね。人みんなそうじゃないの？やるの？また来年？また来年？マジか。開いてくるよ。よかった。ブクブクに太っとってもね、名前言わない。本当に。俺浪人でね、7キロ太ったもん。あ、10キロ。そう。ね、みんなよ。で、頑張って3月だけで6キロ出せたもん。で、最近食生活乱れて3キロ戻った浪人時代の思い出あのね、一番印象に残ってるのはまず学校行くじゃんね、で寸大なんだけど行って勉強しますね、で自習します、帰るじゃん、で鍵開ける直前に、あ俺今日誰とも話してないと思ってあるよね、浪人あるあるだよね、ね現役生のやつら見たか、これが浪人生の苦労だった浪人するとね、人に優しくなるの本当にえ優しさをね、浪人してやってやった方がいいと思うじゃあ次、ラットやります。
Let's go.
ラストです。そう、これが欲しかった。どうしても一回やりたかった曲があって、やらせていただきます。お粗末ながら。小さな